住吉港東籠住吉公園は大阪府大阪市住野江区浜口東一丁目にある大阪府営公園。住吉公園という名称だが現在の住所表示では住野江区になる。もともとは住吉区に属していたが1974年の大阪市の区の変更に伴い住吉区から住野江区が分区した時住吉公園は住野江区地域に含まれた。 住吉公園は、現在は、市民公園で、花壇や池、遊戯施設、コートなどが並ぶ。しかし元は、住吉大社の境内で、大こその馬場があった。公園の中央を東西に走る、塩掛道は、住吉大社の表参道だった。国道26号に面したところに立つ高道路は、住吉大社の灯籠で、鎌倉時代創建の日本最古の灯台とされる。 現在の高道路は1974年に場所を移して復元されたものであり、元は200メートルほど正方にあった。2005年に内部を改装し、資料館となっている。一般開放は毎月第1、第3日曜の10時から16時。今は完全に内陸の市街地だが、かつては住吉公園の少し西側を走る阪神高速15号。 堺瀬にあたりまで海が迫っていた。この海に面した住吉大社の社前の風景が日本の美しい風景の典型とされる白社聖章の原型である住吉模様の地。また、鎌倉時代の原稿の時は猛攻撃隊のための住吉大社による住吉大宮への浜木島は住吉公園の前に広がっていた住吉の浜で行われた。 大阪府営公園としては、浜寺公園と共に1873年に指定され、大阪で一番歴史のある公園となっている。開設当初は、現在より広い面積を有していたが、1884年に、半海鉄道が、園内の東部を縦断する形で付設された。さらに、大正時代には、国道26号の建設工事に伴い、 道道路が園内を縦断することになった。これに伴い1918年から1924年にかけて国道より西側を廃止するなどの縮小、整備が行われて現在の形になった。住吉公園縮小の代替として当地から1.5キロほど西に住野江公園が建設されている。住吉公園入口住吉公道路。ありがとうございます。